はい、皆さんこんにちは。万歳大家のチャンネルです。バンコク在住ワンルームマンション大家、略して万歳大家。今このバスに乗ってきました。ここは那覇空港です。はい、ズンダモンこんにちは、というかおはようございます。今日の日付は丘の下、僕はズンダの妖精ズンダモンなのだ。よろしく。今日は2023年12月7日、タイボのワンパルハ、木曜日なのだ。はい、時間は9時52分って感じかな。はい、これからね、福岡に向かいます。いつものパターンですね。毎回同じパターン。福岡はピーチ、福岡からバンコクはベッドジェット。あ、これだこれだ、これ9時10分。え、あ、びっくりした。9時40、これだ。福岡福岡、いやー、あ、もう大丈夫ね。じゃあ先チケット取ります。お座席ですが、はい、窓側席でした。23A、これに乗って福岡行きます。今日はあんまり天気は良くないみたいなんだけどね、大好きな窓側席ということでね、これから保安検査の方に入りたいと思います。今朝は慌ただしかったけど、搭乗までね約1時間あります。やっぱ早めに来た方がいいですね、空港はね。これからちょっとねまったりします。はい、登場します。時間は5時5分。いや、ここが那覇空港でした。船と飛行機、飛行機の中もキャビン、船の中もキャビンなんだろうね。もうすぐプッシュバックです。出発です。この位置にお戻しください。また座席にお座りの時はシートベルトは緩みのないようしっかりお締め込み、皆様の座席の下にございます。はい、プッシュバックしました。時間は11時14分です。滑走路までのタキシングで自衛隊那覇基地の飛行機が見えたのだ。ずらりと並ぶ戦闘機、こんなにたくさんあるのを知らなかったのだ。那覇の上空は頻繁に戦闘機が飛んでいるので飛行音がよく聞こえるけど、それはほとんど我が国航空自衛隊の戦闘機で編隊飛行もしているのだ。いつもは2機の編隊飛行だけど4機の編隊飛行も見たことがあるのだ。沖縄というと米軍の飛行機かと思うけど、那覇は自衛隊が飛んでいるのだ。皆様、まもなく離陸いたします。はい、滑走路に入りました。スタティックテイクオフです。
来てるし、旋回してすぐファイナルアプローチって感じですね。これはい、降りました。降りました。福岡空港です。予定より早く着くとか言ってたけど、全然早く着かなかったね。まあ順当です。あっちからこっち来るとき大変だったこともあるからね。まあ、こっちから着くときね。これ乗ってきました。いい天気だな。福岡空港定点観測場所、気温15度、代金、湿度は 35%、 代金でございました。気温15度ですね。やっぱり寒いですね。はい、天神に来ました。この真裏、こっちが用事のある銀行です。ここでワンタイムパスワードのトークンの電池がなくなったんで、ここで突撃してちょうだいっていう感じです。この銀行ではなぜか本人が来ているのに郵送しかしてもらえなかったのだ。日本ではパスポートなどで本人確認して本人でもダメな時があるのだ。不思議な不思議な我が日本、おバカすぎなのだ。おっと、これは心の声なのだ。はい、またまた餃子の王将来ちゃいました。いただきます。はい、宿に行きます。時間はもういい時間になりました。4時53分、5時ちょっと前ね。宿なんだけど、もう考えるのめんどくせえみたいな、なんか安易なね。あそこ天下一品あるね。それでこっち来ると、那覇に向かう時にね、全泊した9アワーズ、もう見えちゃってるね、9アワーズさんにお世話になります。ナインアワーズは3000円台で泊まれる格安カプセルホテル。入り口でルームカードをもらってロッカーの鍵にする完全無対人なのだ。ニャンゴちゃん、寒いの？寒いのかね。じっとしてるね。